とまだ時間が明るい時間なので、ダートの釣りでリアクションで攻めていきます。このテトラのエッジにいる魚をこうやってリアクションですね。おい、明るい時間はやっぱりリアクションの釣りになりますね。ダートさせてフォールで、フォールでポンと。まだ明るい時間なんでね、あんまり大きなサイズ見てないですけれども、まあ、こういう小さなサイズの数釣りが楽しめるのがこの日中のダートの釣りです。まあちょっと夕方、夕まずめ、まだメバル釣るには早いですけれども、リアクションの釣りなら狙えますからね。ボトムを取ってちょんちょんとアクションさせてフォール、ダートさせてフォール。テトラのエッジについてるメバルが食うかな。これはこれで数釣りが楽しいもんです。で、使っているのがジグパラヘッドのダートタイプ、とんがりヘッドのやつですね。で、ワームがソフトピンテール。でもうこのリアクションの釣りはこの組み合わせがベストマッチですね。で、 N1 の NSLT762L チューブランモデルですね。で、ラインが P の 0.15 ですね。まあまあ、リアクションの釣りするならやっぱり伸びの少ない PE 使ってもらって、で専用のジグヘッドを使ってもらえると楽しくリアクションで釣れますんで、これで数釣りはね楽しめますんで、ぜひ明るい時間もメバル狙ってください。連発ですね。もう完全に数釣りモード連発です。これ今テトラがずっと斜めに入っていってるんですけれども、その斜めに入っているテトラの切れ目のエッジのところ、そこでダートさせてフォール、ダートさせてフォール。でだからテトラの間からこうリアクション的にパッと出てきてくるんでしょうね。まだ明るいんでそのテトラの外には出てないんですけれども、そのテトラの下から、まあ、こう上から落ちてくるものに対してスッと出てきてパッとこう食うっていうような感じのリアクションの食い方ですね。これだから普通に巻いてたら釣れないんですね。このダートさせてフォール、ダートさせてフォールっていうそのアクションに反応するんで、だから明るい時間はやっぱりね、この普通にメバル釣るみたいにリトリーブの釣りをするんじゃなくて、必ずこのフォールで当たりを取るのが肝心ですね。テトラの切れ目でダート&フォールで入れ食い。ちょっと、はい、色変わりましたね、はいはい、ちょうど今これ斜めにずっとテトラが入っていってるんですけれども、そのテトラの切れ目あたり、ちょっと切れ目のちょっと外側に投げてフォールで、まだねメバル浮いてこないんで、ボトム近くの方でライトワインドでメバル狙っていきます。トントンとダートの釣りですね。でボトム取ってダートさせてフォール、フォールで当たり取りますね。よっしゃー、当たった。狙い通りテトラのエッジの切れ目のところですね。よいしょ、おい、はい、サイズアップ。今のもそのテトラの切れ目のエッジですね。やっぱり狙うべきところはそういったところ、時間帯に合わせて、で暗くなってきたらもっとね浮いてくるんで、テトラのね上の表層の方を引いてもいいんですけれども、今の時間帯はやっぱりね、その際についてるメバル、それを、リアクションで狙っていくっていう釣り方ですね。まあいわゆるライトワインドっていうねゲームですけれども、いろんな魚釣れますけども、メバルもねライトワインドでよく釣れますんで、日中はぜひダートの釣りで狙ってください。
だんだんサイズが良くなっていきますね。これもテトラギワですね。だんだんと日がどうなんでしょうかね、こう暗い時間になってきているんで、それに従ってサイズアップしていきます。明るい時間はね、もう小型の数釣りゲームで、少しローライトな時間になってくるといいサイズのやつ、はい、狙ってどんどんサイズアップしていきましょう。よし、リアクションの釣りで、数釣りゲームを楽しみました。で、ちょっとね、まだ明るい時間なんですけれども、そろそろリトリーブの釣りに変更していきたいなと思います。リアクションの釣りする場合はダート系のジグヘッドがいいですけれども、リトリーブの釣りする場合はやっぱりスイム系のジグヘッドに変更して、ワームもこのストレート系からカーリーテール系にチェンジして狙ってみます。ダートの釣りからちょっとリトリーブの釣りに変更します。ジグパラヘッドのスイムタイプの 1.5g に、カーリーテールですね、パラワームのカーリーテールで、はい、よっしゃ、食った。いい巻きの釣りですね。そろそろね、やっぱりこの巻きの釣りが効いてきますね。ジグパラヘッドの 1.5 とカーリテールで、もうね、テトラの上をこうずっと上っ面を引いてくるような感じですね。まだね、ちょっと明るいけれども、そろそろメバルが浮き始めたのでスイミングタイムがスタートです。テトラギワについてたら、まずは沖に向かって投げる前に手前から手前からで、少しずつ沖に向かって角度を変えていきます。ちょっと大きめ攻めてみますね。カウントダウンさせて、ボトムの方からちょっと巻き上げてくるような感じの釣り方、ちょうどテトラが斜めに入ってるんで、その斜めにこう巻き上げてくるような感じのイメージですね。この時もうあんまり、スピードに強弱をつけない、一定のスピードで巻き続ける方がいいですね。リトリーブの釣りの場合はワンテンポ遅らしてから合わせる方がいいですよ。当たって即合わせよりかは、ポココンとティップを押さえ込んでから合わせる方が確実なフッキングに持ち込めます、ね、今みたいに当たってワン呼吸置いてからのフッキング、それが間違いのないフッキング。リアクションの釣りと違って、ちょっとねワンテンポ遅らしてフッキングさせてやったらいいとこかかってますね、これ。はい、よっしゃ、食った。いやー、あ、アジだ。え、サバ、アジ、アジですね。はい、あ、口が切れそう、口が切れそうですけど、アジでした。僕が大好きなメバルですね。で、こちらの方はメバルは、NSL の T762-L というロットを使用しました。でチューブラーロットなんで、どっちかっていうと、リアクションの釣りですね、デーゲームで使用するのがこういう、ダート系のジグヘッドを、メインで使用したので、チューブラーロットはね、万能ロットなので、こっちのダート系の釣りからリトリーブ系の釣りまで幅広く対応しますので、1本だけっていうんであればこのチューブラーロットがおすすめです。で、これがリーダーじゃない、PE が 0.155
ですね。でリーダーが、4ポンドから5ポンドという感じの、非常にライトなタックルになっています。でこれが EMMS の2004ですね。まあこのメバルタックルに関してはもう通常の普通のオーソドックスなスタイルの、セッティングになってますんで、まあデイの釣りはもちろんナイトの釣りでも対応しますんで、ぜひ、そのダートの釣りとリザビーズの釣りと両方楽しんでみてください。